はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は、免疫と疾患及び医療に関するテーマを扱っていきます。今回、免疫ね、3回目で最後となりますが、今まで勉強してきた自然免疫や適応免疫のね、話をですね、活かしながら、このね、話をしていきたいと思います。また、概要欄の方から授業の資料をダウンロードすることができますので、ぜひ活用していただけたらと思います。 で、えー、我々はですね、えー、自分の体を守るために、えー、免疫反応というのがね、体の中で起こっていて、で、それはもうね、絶対になければいけないものなんですけど、だけどね、免疫っていうのは、えー、強く働ければいいっていうものでもないんですね。まあ当然ね、えー、免疫反応が低下してしまうのも良くないです。すなわち、えー、免疫というのは、必要十分に働くということが重要なんです。えー、今回はね、それを念頭にして、話を聞いていただけたらと思います。 で、また、裏テーマとしては、免疫力とは、というね、話を最後に、まとめとしてね、したいなと思います。で、今ね、話をした通り、免疫反応というのは、必要十分に働く必要がある。したがってですね、その免疫反応がね、適切に働く範囲っていうのがあるんですね。そのね、免疫反応が、必要以上にね、働いてしまう場合とか、 ね、もしくは、そのね、免疫反応が十分に起こらない場合っていうね、話が、まあ、病気の話になってきます。特に、免疫反応が必要以上に強く働いてしまう話の例としては、アレルギーとか、または、自己免疫疾患と呼ばれるものがあります。で、また、ね、免疫反応が十分に働かない状態というのもあって、それは、免疫不全と呼ばれるんですね。 今回はね、こういったアレルギーとか、免疫不全とか、そのね、話を中心に扱っていきます。ではまず、アレルギーの話からしていきましょう。こちらね、文章を読みながら勉強していきたいと思います。人の体では病原体の侵入に対して免疫反応が起こりますと。特に同じ病原体が再び侵入した際には適応免疫が起こって、素早く病原体を排除する仕組みが働きます。 で、これは、えー、生体防御の効率を高める反面、えー、人の体に不都合な、えー、反応を引き起こしてしまうというね、えー、場合もありますよと。で、その後ですね、えー、本来、必要以上の免疫応答を引き起こさないような異物に対して、えー、過剰な免疫反応が起こってしまう場合があります。えー、これを、アレルギーと言って、で、そのね、えー、アレルギーを引き起こしてしまう抗原のことを、 アレルゲンと言います。まあ、アレルギーってね、さすがに聞いたことがあると思うんですけど、例えばね、その必要以上の免疫を引き起こさないような異物ってね、ちょっとまあ言い方難しいかもしれませんけど、まあ、その代表的なものとしては、まあ、花粉とか、まああとね、えー、その特定の食べ物とか、そういったものがあるわけですね。 まあ、例えばね、その花粉っていうのは、えー、別にね、えー、我々の体の中に入ってきたところで、えー、その花粉がね、人体に対して悪さするわけじゃないんですよ。えー、そのね、花粉に対する免疫反応が起こってしまう場合があって、それをね、アレルギーと。ね、花粉アレルギーというわけですよね。で、またね、食べ物でもね、その甲殻類とか、ね、蕎麦とか、小麦粉とか、まあ、いろいろありますよね。えー、そういったものはね、本来だったら、 ね、えー、僕らの体に悪影響を及ぼすものじゃないんだけど、ね、それをね、えー、抗原と認識して免疫反応が起こってしまう。えー、それがアレルギーなんですね。では、えー、今度ですね、免疫不全というものについて勉強します。で、まず、えー、免疫不全というのは、文字通り、ねえー、免疫機能が、えー、低下してしまうことを言います。 で、そのね、免疫不全というのは、先天性のものと後天性のもの、2種類に分けられるんですけど、今回は特に後天性のものについて勉強します。で、皆さん、これ聞いたことありますか人免疫不全ウイルスというものですね。で、これはですね、通称 HIV と呼ばれるものです。 で、そのね、HIV というのは、適応免疫で中心的な、ね、役割を果たしている、このヘルパー T 細胞などに感染してしまうんですね。で、そうするとね、ね、えー、もともとヘルパー T 細胞が自然免疫のね食作用を強化したりだとか、またですね、B 細胞を活性化させて、で抗体を作らせたりしているわけですよね。 で、今、ね、そのヘルパー T 細胞が、この HIV の感染を受けてしまうと、要はね、その適応免疫が働かないっていうね、症状が起こってしまうんです。で、それをですね、抗転性免疫不全症候群と言って、通称、AIDS と呼ばれます。で、AIDS にかかってしまうとですね、その適応免疫も働かなくなり、またね、その NK 細胞の活性化なども起こらなくなって、 で、健康な人だったらね、かからないような病気にもかかってしまうんですね。で、それを日和み感染症と言います。まあ、そうすることでね、癌なども発症しやすくなってしまうんですね。では、ここからは医療の話をしていきたいと思います。まず、これね、最初復習になるんですけど、病原体が侵入してくると、まずね、自然免疫が起こって、 で、そのね、病原体に対する一時応答が起こりますよね。で、そうすると、その一時応答の際に、記憶細胞というものが作られて、で、これが長期間体内に保存されることによって、再度ね、同じ病原体が侵入してきた時に、すぐにこの適応免疫が働いて、で、速やかに病原体を排除してくれるわけです。で、それによってね、 二次応答の際は、ね、その、症状がね、まあ出なかったり、ね、症状が出たとしても、ね、症状が軽くなったりしますよ。ね、それが、ね、二次応答の、まあ、利点ですよね。で、今、このね、適応免疫の特徴を利用して、あらかじめね、二次応答ができる状態にしておくっていう。それがですね、この予防接種と呼ばれるお話なんです。 で、予防接種というのは、ね、本来であればね、そのま病原性のある病原体なんだけれども、これをね、弱毒化、もしくはね、無毒化して、で、そのね、病原性のない抗原を用意するんですね。で、この時、ね、この病原性のなくなった、ね、抗原のことをワクチンと言います。で、これをね、人体に注射することで、 人工的に一時応答を起こさせるんですね。で、このような医療行為を予防接種と言います。で、今ね、その病原性のないワクチンを接種しているので、そのね、病原体は増殖せず、ね、発症しないわけですね。しかし、そのね、病原体に対する記憶細胞は作られてで、それが体内に保存されるわけです。そうするとね、 今もうね、記憶細胞が作られている状態なので、そのね、病原体が侵入してきた時に、適応免疫が素早く働いて、それでね、その病気の発症を防いだり、またはね、重症化を防いだりしているわけです。はい。ということでね、今回の予防接種ですが、弱毒化あるいは死滅させた病原体や無毒化した細菌の毒素。 これらを注射することで、ね、人工的に一時応答を引き起こし、それでね、免疫記憶を獲得させるっていうね、お話でした。で、この時のね、その摂取する病原体や毒素のことをワクチンと言うわけですね。で、このね、ワクチンによって免疫記憶を作らせることを予防接種と言います。まあ、だからね、今、 ちょうどね、新型コロナウイルスが流行っているわけなんですけど、そのワクチンを接種することで、その重症化を防ぐことができるわけです。で、ワクチン以外にも血清療法というものがあります。で、血清療法ってね、どんな時に使うかというと、例えばね、人が毒蛇に噛まれた時とか、そういう時とかに有効な手段なんですね。その毒素とか病原体を あらかじめね、他の動物に注射して、でそれでね、その動物の体内で多量のね、抗体を作らせるんです。で、このね、動物から血液を採取して、でその血液を、ね、遠心分離とかで、血餅と血清に分けて、特に血清の方には、そのね、抗体が含まれるから、抗体を含む血清を保存しておくんですね。 で、そのね、人が毒蛇に噛まれました。その時に、このね、血清を注射することで、体内のね、毒素を除去するんですよ、と。これが血清療法の話となります。ということでね、こちら血清療法の説明となりますが、最初の空欄には血清という言葉が入り、もう一つのね、空欄には血清療法という言葉が入ります。 で今ね、この血清には抗体が含まれているっていうところがね、ポイントになりますね。で、ここまで免疫と疾患や医療の話をしてきたんですが、もう少しね、詳しく勉強したいよっていう方はですね、資料の方にもう少し詳しいね、話を載せていますので、ぜひね、そちらを参考にしてもらえたらと思います。では最後に裏テーマの解説をしたいと思います。 で、えー、今回裏テーマはですね、えー、免疫力とはっていう話ですね。で、えー、まあ、例えばね、その広告とか、えー、CM とかで免疫力アップなんていう話を聞いたことがありますよね。ここまでの授業を聞いていれば、ね、その免疫力っていう言葉がそもそも存在しないっていうのがわかるんじゃないですか。だって今、免疫力、そんな力があるのだとすれば、本来ね、 え、それは体を守る力だから、強ければ強いほどいいっていうことじゃないですか。だけど、ね、本来免疫反応というのは、ね、必要十分に働くということが重要であって、その状態が保たれていることが、まあ健康状態なわけですよね。で、逆に、ね、必要以上に、ね、免疫反応が起こってしまうっていうのは、それはね、アレルギーとか、自己免疫疾患っていう話なんですよ。だから、ね、 免疫力っていう言葉はないんですよ。で、今回のね、えー、免疫の話もそうですけど、ね、我々の体内っていうのはね、その一定のね、えー、状態に保たれるということが大事なわけですね。で、それをね、えー、ここまで、その、向上性というね、えー、概念として、まあ、勉強してきたわけです。まあ、だからですね、えー、そのね、免疫力アップとか、ね、えー、そんなね、あの、怪しい宣伝文句にね、えー、騙されないように気をつけてください。 ということでね、えー、授業はここで終わりですが、えー、公式ホームページの方からも授業動画見れるようになっておりますので、えー、ぜひね、えー、そちらも活用していただけたらと思います。では、えー、今回の授業は以上です。お疲れ様でした。